女の子だけにかかる呪いって知ってる？え？深夜0時ぴったりに、昨日でも今日でもない瞬間にあの子の写真を見ると死ぬ。あんたたちの学園の言い伝え、もう終わったはずなのに。あや、昨夜菊野部樹さんが行方不明となり、あやがかけたんだよ。だっておかしいじゃない、幽霊みたいに現れて。私の呪いを解いて。あれは私じゃない、私にそっくりな女の子。一緒にこの女の子の謎を解いてほしい。今は私とあやで呪いを止めないと誰も止められない気がするの。昨日は3人も消えたの。発見された少女たちの死因は。どこに行っちゃうの。次の0時の死者は誰誰誰。ずっと待ってたの。助けて。劇場版ゼロ